クローニャお姉ちゃんとお話しさせてください。ウェンディ、なんで通信にアクセスできるの？どこ？今助けるから。わかったんです。残念だけどブローニャは怪我して通信ができないの。何か話したいことがあるなら代わりに伝えるよ。ニュージーランドでブローニャお姉ちゃんが私を攻撃してきたのは操られてたからです。私はもうその真相を知ったと伝えてください。私恨みませんから。もう会える機会がないかもしれませんね。テレサ先生、お久しぶりです。そうだね、あなたをオセアニア支部に移動させて以来。ちょっと確認したいことがあるんですが。そう、ご明察。あの時デザイアジェムの埋め込み実験に参加するよう推薦したのは私なの。あなたが私の生徒になる。やはりそうなんですか。謝っても仕方がないことは分かっている。より多くの人を守るためには一部の人の犠牲が必要なの。それが私のずっと背負い続けている十字架。先生はずっとそうですね。表面上は何事もないかのように装って、でも心は強くて。それじゃ最後に改めてこれまでのご指導ありがとうございました。キアナさん。ウェンディ、私に残された時間はありません。最後にお話ししておきたいことがあるんです。よく覚えておいてください。何日か前、テザイアジェム内部の崩壊エネルギーの力で歩く力が回復しました。その崩壊エネルギーの力でブローニャお姉ちゃんを回復させられたら、もし。ウェンディ、ウェンディ、通信が切れちゃった。また。はーい、さっきのプレゼントは喜んでもらえた？プレゼントって、まさかウェンディちゃんとの通信？正解。私の大いなる慈悲に感謝すべきじゃないかしら。ウェンディの遺言を最も愛するブローニャちゃんに伝えられて。遺言？あら、言わなかった？もう第四密者は殺したの。何？なんてこと。もう体内から崩壊エネルギー結晶は取り出したわ。取り出したって使えないでしょ。それは天命の技術力が足りないだけよ。私たちはとっくにデザイアジェムを機械に使う技術を開発したわ。でもこんなに楽に手に入ったなんて、あんたたち天命のおかげだわ。狂ってる。エネルギーのために罪のない人間を殺したなんて。あら、天命に復讐するのが彼女の願いだったのよ。代わりに実現してあげただけ。それだけじゃなく、最後は最愛のブローニャちゃんともお話しさせてあげて。まあ残念ながらその言葉ももう届かないようだけど。でたらめ言わないで。